テメレール級戦列艦はフランス海軍において1782年から1813年の期間に建造された107隻の74門戦列艦の艦級。今日に至るまで主力艦として建造された艦級の同型艦数としては最多のものである。本級はジャンシャルル・ド・ボルダが開始した艦隊拡大計画の一艦としてジャック・ノイル・サネーによって設計された。 その設計はイギリスでも高く評価され、捕獲された艦は可能な限り再収益させられた。また、その設計を模した、戦列艦も建造された。1803年のプリドンから始まる、本級は、テメレール級の縮小型であり、公式に小型モデルと呼ばれた。ジャック・ノエル・サネは、主要なフランスの造船所よりも、推進の浅い、フランス支配の元の近隣諸国や、 フランス帝国に吸収された外国の港の造船所で建造するためにこれを設計した。数が合わないが、とりあえず英文記事のままとする。1782年8月に一旦寄港されたが1783年2月に破壊された。その後1784年に再起港された。 1783年1月に一旦寄港されたが1783年2月に破壊された。その後1784年に再寄港された。ありがとうございます。